こんにちは、P です。チャプター14、我と楽園にあるべしの2回目ですね。はい、銃撃戦があるちょっと前ですね。はい、では進んでいきます。ちょっと激しいのがあるんですよね。そこで落ちちゃうわけにいかないからね。一回ね、セーブさせてもらいました。エッジですか？どっちがいいのかな？いや、こっちの方がいいか。これは、右。これだね。これ行くと、うわぁ。はい、銃撃戦になるよね。どっかいる？あ、いるね、ここに。あ、バレちゃった。どこにいるんですか？なんだろう？しまって見えない。ぶら下がり優秀だよね、ほんとね。でもヘルメットが取れちゃえば、まあもちろん普通のね、強さだから。もう少しいく？どう？あれ？もういない？これさ、知ってる？わぁ、いけた。え、何かやるの？はい、どれ？え、待って、なんでその痛さがあるの？すごいな、いるね。バカだよ。当たった。え？サム、後ろ向いてなかった今。あ、静かになったよ。とりあえずな。ほら、先進む。危ない危ない、落ちちゃった。落ちちゃうとこだったよ。すぐね、落ちちゃいそうな。怖いよ。怖い怖い。どこだ？どこに行くんだ？あれか、こっちか。ん？そうだね、こっちだね。落ちすん、待って。やだよ。戦闘で勝ってね。落ちるみたいな、結構あるからね。あれこれどうに行くのこれ。え、マジか。どうに行くんでしょうね。これいいのか。サムが下にいたわ。これね。はいはい。びっくり。あれサムは来た来た。よし、行くぞ。いいぞ。ちょっと怖い。よし。そのね、戦闘よりね、ちょっとしたね。ミスでサンキュー。落ちるのがね、アンチャーテッドは怖いんですね。気をつけろよ、落ちたらやばいぞ。気を抜いてるから、ね、やばそう。やったみたいなね、戦闘勝ったみたいな感じにね、みたいな、やり直しみたいな、結構あるんですね。おいおい、マジか。怖っ。ほら見てみろよ。しびれるね。何回もね、クリアはしてるんだけど、忘れてるから。怖さが大人になれ。え、これ裏側に何かあったんやな。ね。はしごが壊れてやがる。なんとかなる。ほら、登ろう。ほんと怖いわ。これこっちかな。ね、あれ、これかな。絶景だね。違う気がするぞ。え、これ、あんこ、え、ちょっと待って、どんに行くのかな、こっちか。届くかな、上だね、これだね。え、届く、あれ、ちょっと待って、届かなくない？あ、まだ上があるのか。あ、そうだね。いやー、やめて。これ届くの、これね、マジで。こっち行ける？あ、行けないよね。ということはここから飛ぶのか。
わ、あ、そっか、もういきなりここにやらなくてよかったのか。ごめんね、ちょっと分かりにくい説明して、わ、待って、こっちにやらなくてよ、怖っ。ドキドキしちゃう、高いところね、苦手だからね、ドキドキしちゃいますね。これ一回じゃ危なかったかな、いけたかな。え、ちょっと短くない？待って待って、少し長くしよう。あ、長くならない、ならないよ、じゃあ大丈夫なんだね。やめてね、ここで落ちるわけにいかないんだよ。まあ毎回言ってるけどね。うわ、結構飛べた。あ、もうほんとドキドキしちゃう。え、あとね、あれどこだったかな、上かな、こっちだね。ここにあるんで、え、ない、あれ L1、 え、 L1 ないの、え、これじゃない、え、上か、じゃあ、え、マジで、ちょっと待って、え、いけなくない、え、待って、やっちゃった私。え、これどういうことですか。あー、出た、よかった。やっちゃったのかと思ったよ。ね、宝物があるんだよ。え、どこに、どこにある、あれ。お、わ、すごい景色がいいね。何個目ですか、ちょっとね、わかんなくなってるよ。数えるね、1、2、3、4、え、じゃあ5個目じゃないよね。あ、6個目ですね。本当に4、5、6個目、6個目ですね。はい、リング付きね。あと3個あります。まだ3個どこにあるの。あ、オッケー、思い出したぞ。うわ、待って、なんでこのとこに隠れる。L1 出てる。景色はいいけどさ、怖いよね。多分何それ、腕組みされちゃうのかと思った。うわ、怖っ、怖っ。もう今でコントローラー持つ手が、見て、ほら、すごく綺麗だよね、ほら。確かに楽園っぽいわ。ねえ。でも嫌だ、こんなとこ来たくない。綺麗だけど嫌だ。それで。うべそうだし。いいから信じてついてこい。ここ、これだね。これね、そうだね。これは、こう言って、届くのか、マジか。なんか届かないとね、嫌なんだけど。ああ、飛べた。結構ジャンプが、距離出るんだね。でね、宝物がここにあります。7個目だね。ま、疲れちゃった。あのね、高いところなんでね、かなり疲れちゃいます。イノシシだね。もう見るからに、大きなのってちっちゃいくせに。わけわかんない説明します。まだ、はい、ここはサムどいてね。どこ、これだね。またこれ一回逃げるかな、行けそうだよ。全部やるの、躊躇する方がね、怖。こんな感じ。待ってね、これはどこ、あ、あ、はいはい、これはもう戻れないってやつだね。ここ絶対金持ちエリアだよな。居住区じゃないな。金持ちエリアって多分この辺にあるはず。リバタリアに区画委員会があったか。あれ違う、ここか。税金納めたってさあ、これ、え、これじゃないな。あ、これか、あ、これだね。ずんぐり下壺。8個目ですね。そうなの。どこ、どこ、どこにいるの。あ、あそこにいるよね、サムネ。え、じゃあどっち、こっちなのか。え、ないよ。あれ、あ、これかな、ん、ん、待って、
あれどこ？こっちに滑ってきてこうなんだから、これか。え、これかな。戻れる？あ、これっぽいね。うんうん。え？大丈夫？お話しすんじゃない？あ、いや、ここは大丈夫だよね。あ、なんかこれ広場なの？え、会話になるかな。ここにいたってことが、少なくとも一部はひどいな。大砲に即席バリケード、何があったんだ？戦ったんだろう。手帳だって。分かってる。ああ、なんか残骸みたいになってる。誰と戦ったんだ。あ、なんか会話になりそうな気がする。結構いい服着てるやつもいるな。ああ。兵士っぽい。ああ、やっぱり。ってことは住民対兵士の戦い？で、あれが宝物庫だとしたら。宝を取り戻そうとしたってことか。成功してなきゃいいけどな。へえ。宝物がね、こっちの奥にあるはずです。すごい。あった、ほら。9個目。あ、綺麗に埋まりましたね。あ、そうですね。ほら、翡翠が最後だからね。お話はどこで進むのかな？何ですか、ここでも。怖いな。何かあったよね、明らかに。え、どういうのさ。え、どこでしょう。全然お宝、なんかすごいみんな、まあ、あんまり見ないようにしよう。怖いからね。あ、まあ、ほら、これ。マーク。こんなところにあったのね。うわ、すごいな、これ。これ、やっぱり何か反乱みたいなのが起きたんだね、何かね。揉めたんだよね、明らかにね。はい、これを押すとね、多分チャプターが変わります。2分割で今回のチャプター開けなくてもよかったかもしれないんだけど、ちょっとね、あの戦闘が進むとね、ちょっと負けちゃうのからね、分割しました。体だよな、レイフか。いや、ここは数百年前のままだよ。じゃあ探すか。ああ、手がかりね。はい、チャプター上がりました。リバタリアの海賊たち、だいぶ核心に迫ってきてるな。はい、じゃあね、今回はちょっと短めのチャプ、短めのね、時間で2回のチャプターになってたね。はい、じゃあまたです。バイバーイ。